機械戦隊ゼンカイジャー放送直前スペシャル第3弾。本当にスーパー戦隊史上初？ゼンカイジャー4つのポイントを検証。皆さんこんにちは、コバブルです。ゼンカイジャーもうすぐ始まりますね。前回、前々回と投稿してきたゼンカイジャーの放送直前スペシャル動画も今回で第3弾となりました。第1弾ではゼンカイジャーの前情報まとめ、第2弾では過去戦隊のオマージュを元ネタと比較した動画を投稿していますので、そちらもぜひ見てくださいね。今回の動画ではゼンカイジャーの4つのポイントを検証します。45作目という節目にふさわしく、そんなことやっちゃうの？と僕も前情報を見て驚いたことがいくつもありますが、そのそれぞれの要素を過去のスーパー戦隊に照らし合わせて、スーパー戦隊史上初なのかどうかを検証します。公式の各情報を引用させていただき、それ以上のネタバレはありませんが、全く前情報を入れずに放送を見たい方は注意してくださいね。それではまず最初は、最も話題になっているであろうこれについて。検証1、センターが赤じゃない。スーパー戦隊といえば5人組でセンターは赤というイメージが強いと思います。もちろん話の展開によって一時的に他の色のヒーローがセンターになったりすることはあるのですが、それでも基本の立ち位置のセンターは赤が定番です。ですが今回のゼンカイジャーはセンターが赤ではないんです。いろいろな色がデザインされていますが、一番面積が大きいのは白。非常に珍しいことなのですが、実は過去にもセンターが赤ではない戦隊がいます。それが2作目のジャッカー電撃隊。ジャッカー電撃隊のセンターはご覧のように白です。最初は4人戦隊だったのですが、途中で白いビッグワンが加わって5人になったという経緯があります。スーツデザインも他の4人とは違いますよね。ゼンカイザーをわざわざ白にしたのは何か訳があるのだと僕は思っています。例えば状況に応じて色を変えて戦うとかないでしょうか。ということで、センターが赤ではないスーパー戦隊は2作目でした。検証2、過去のスーパー戦隊の力を使う。ゼンカイジャーは戦隊ギアというものを使って過去のスーパー戦隊の力を使うことができるようです。そんな特別なスーパー戦隊は過去にもいましたね。第1弾の動画の中でも取り上げた35作目の海賊戦隊ゴーカイジャーです。ゴーカイジャーはレンジャーキーというアイテムを使って過去のすべての戦隊に変身できるお祭りのような戦隊で、僕は色を統一して変身したり、原作では女性型スーツだけど男性が豪快チェンジした時にはちゃんと男性型になっていたり、その逆があったりするのが見ていて楽しかったです。ゼンカイジャーでは戦隊ギアを使うとどのような形で過去の戦隊の力を発揮できるのかが楽しみです。35作目、45作目ときたので、今後も10作区切りでこういった過去のスーパー戦隊全体を巻き込んだ戦隊が作られるのかもしれないですね。もしそうだとすると、次は55作目、スーパー戦隊シリーズ長く続いてほしいです。ということで、過去のスーパー戦隊の力を使う戦隊は2作目でした。あ、劇場版などで一時的に先輩戦隊と協力するケースは今回は含めていません。検証3、変身する前から見た目が人間じゃない。ゼンカイジャーに変身する4人の機械ノイドは機械生命体で、変身前からロボっぽい感じです。過去のスーパー戦隊には見た目は普通の人間だけど地球人ではないゴーカイジャーのようなケースや、未来から来た未来人というタイムレンジャーのようなケースなどもありますが、変身する前から見た目が人間ではないケースも過去の戦隊にいくつか存在しています。初登場はおそらく28作目特捜戦隊デカレンジャーのデカマスター、犬獣人の姿から変身します。続いて36作目特命戦隊ゴーバスターズのスタッグバスター、ロボが変身するので機械ノイドたちの一番の先輩と言えるかもしれません。次は40作目、動物戦隊獣王者、獣人から変身するヒーローが追加戦士も含めると5人もいます。ただ獣王者のメンバーは人間の見た目にもなれるので、今回カウントするかどうかは迷いました。そして41作目宇宙戦隊キューレンジャーは獣人やロボなど様々な見た目から変身するヒーローがたくさんいます。ということで、変身前から見た目が人間ではない戦隊は意外とたくさんいる。おそらくゼンカイジャーで5作目だと思います。検証4、変身したヒーローがそのまま巨大化してロボになる。
再び機械ノイドの4人の話になるのですが、この4人は変身した後そのまま巨大化して戦ったり、さらに合体もできます。もともとがロボとはいえ、どんな力が働いて巨大化することになるのか放送が楽しみです。スーパー戦隊で定番なのは、5人それぞれがメカを呼び出して乗り込んだ後に合体して巨大ロボになるパターンですが、実はヒーロー自身が巨大化してロボになるケースは過去にもあるんです。それが29作目魔法戦隊マジレンジャーです。マジレンジャーは魔法でそれぞれが巨大化しつつロボになって戦い、さらに合体もします。ただゼンカイジャーのように変身したヒーローの姿そのままで巨大化するわけではありません。さらに18作目、カクレンジャーの忍者マンは元々が人間の姿ではなく巨大化もできるのですが、巨大化してから変身というか変形するので、機械ノイドの4人とはまた違った珍しいパターンです。先ほどの検証さんにも微妙に当てはまらないんですよね。どちらかといえば真剣ジャーの第5用に近い存在な気がします。ということで、変身したヒーローがそのまま巨大化してロボになるのは史上初と言っていいと思います。はい、それではここまでゼンカイジャーの4つのポイントを検証してきました。パッと見とても奇抜な戦隊に見えるのですが、その一つ一つの要素については過去にも例があることが多かったですね。ただここまで定番から外れた要素をたくさん盛り込んだ戦隊は他にないと思うので、きっと他にもあっと驚く要素が盛り込まれているのだろうと期待してしまいます。今回の動画を含めてゼンカイジャー放送直前スペシャル動画を3本お送りしてきました。ゼンカイジャーをより楽しむためにお役立ていただけると嬉しいです。僕は他にもスーパー戦隊関連の動画を投稿しているので、よければ見てくださいね。それでは今回の動画はこの辺で。コバブルでした。また次の動画や生放送でお会いしましょう。バイバーイ。